マシュマロに答える。おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの戻すみよしなのです。今日はね、マシュマロいただいたんです。すっごい久しぶりに。いただいたんで、もうこれ動画にしていこうと思って、していこうと思います。マシュマロたくさん来たら、もうあれです。毎日マシュマロの、動画を出す。ぐらいの勢いにしようかな。そんなことになるかわかんないですけど。というわけで、行ってみましょう。最初のマシュマロ。ギターのカッティングなどでよくコードを1フレット下からスライドさせてやるのがあると思うのですが、あれができるのは何か理論的なものがあるのでしょうか？知っていたら教えてください。理論的なものか、まあ理論的に説明すると、まあ、擬音とかグレイ、パッシングノートの場合もあるけど、そういったものなんですけど、あんまり気にせず、1フレットから下からスライドさせても大丈夫理論だと思ったらいいと思う。大丈夫だと思ったらいい理論だと思う。生音で。生音ですいません。これ。こうやつ。インコグニートのコリブリですけど。ちょっと間違えてるけどね。なんか、方向だよね、これ。まあいいや。この、こう、半音符を、これ、今、なんも、なんていうの？コンテキストを無視して半音下からこう、上がってるじゃないですか。これは、まあね、平行ハーモニーっていうさ、理屈もあるんですよ。コードを平行に移動させると、同じコードね、例えばマイナーセブンだったらマイナーセブンですよ。こう平行に移動させると、させるのが、まあなんか、それなりにこう成立するみたいな。こういう理論。理論なのかっていうぐらいなんだけど、同じタイプのコードを平行に移動させても、させるっていうことで作るハーモニーがあるのね。まあ、あれの一種って考えてもいいんだけど、でも、平行ハーモニーって考えると、ちょっと音が短すぎる、音の長さがさ、短くて、あんまコードとしてさ、認識しないぐらいの短さじゃないですか。だから、あそこの音って別に、平行なコードじゃなくても何でも多分大丈夫だと思うんですよ。なんとなく半音上がってる感じみたいなのが出ればいいので、ピアノだったらさ、この平行にこう動かすのってすごい難しいじゃないですか。まあ、Eフラットマイナーからさ、E マイナーとかって。これはまあ、黒鍵が滑らせればいいから、いけるけど、例えば、C シャープマイナーか D マイナーに行くとかだったら、声、あ、違うな。すごい、弾きにくいわけ。だったら、まあなんか、こう、D フラットメジャーセブンしかし、D マイナーセブンに行ってもいいわけよ。で、これ誰も気にしないから、音が短いからね。なので、あんまなんか、小難しいこと考える必要はない、必要なく、そうできるっていう理論だと思っとけばいいの。ギターだったら1フレット下からスライドさせることができる理論だと思ったらいいと思う。で、まあ似たような話だと、例えばさ、異音なんていうのがあるじゃない？コードの、まあ、低
テンションノートだよね。あの、ただ、今、ちょっとピアノ出そっか。Cメジャーが鳴った時に、ラーソーみたいな、ラーソーがあったとして、この時に、このラ、いきなりコードの外の音を、ラ、ラーソーって、歌うメロディーがあったとしたら、これもう外してる音じゃないですか。まあ、テンションじゃテンションで、テンションが解決してる、テンションリゾルブしてるっていうのは、まあ、それはそうなんだけど、まあ、こういうのを、イオンとか言うんだよね。まあ、まだテンションリゾルブだと思ってもいいかもしれない、これを。全部テンションでしょ？なんかよくわかんないけど。E マイナーに対して、まあ、これはメジャーセブンでしょ？メジャーセブン、ナインス。これ何？シャープイレブン、サーティーンのテンションがあって、これらが、まあ、解決してるみたいな、コードトーンに解決してるみたいな、風に捉えてもいいかもしれない。ああ。でも、あんま難しいこと気にしなくていいと思う。だって音歌短い、音歌が短かったら基本何やってもいいのよ。ああ。これもね、理論、名前があると思うけど。結局、伸ばした時に、音って伸ばせば伸ばすほど存在感があるから、まあその時に、ハーモニーってものが、気になってくるわけだよね。さ、音が短かったら別に何してもいいんじゃないかなっていうことです。で、楽器によってそのどうその何やってもいいみたいな短い音かでやりやすいことっていうのが違うんで。まあそれが、いわば楽器の声、ボイス、楽器の特徴になってくるみたいなとこですよね。だから、1フレット下から動くっていうことを平行にコードを動かすみたいなことが、をすると、まあなんかギターっぽいみたいになるっていうことでしょ。打ち込みとかをするときもなんか、そういうの意識してもいいかもしれない。で、逆にキーボードをベースに考えたら もっとなんか多分弾きやすいものがあるでしょうね。はい。こんな感じでいいですかね。結構喋った。そんなに喋ってない。8分ぐらい。というわけで、マシュマロね、ずっと受け付けてますんで。終わったマシュマロとか送ってください。あとね、高評価とか、チャンネル登録とか。なんか板書できるようにしてたんだけど、何もしなかった。あ、そうね。あ、あとさ、何？ブルースってさ、なんだっけ？こんなやつあんじゃん。今何やつかっていうと G と G、G シャープして戻ってきたみたいな。みたいな。もうこれ結構長いよね。長い時間こうやってて。だろうって感じする。まあ裏コードだと思って、まあ上から来るのは裏コードだと思ってもいいけど、下から来るのはなんだろうね。そんなになんかないと思うけど、まあブルースってそもそも
そんこう平行ハーモニーでできてる音楽だから、あれもなんか後付けでブルーノートがどうのみたいなのあるけど、結局ギター平行移動させてなんか作ったギターでコード平行移動させて作った音楽じゃないですか。それがなんていうの、メジャーとマイナーをあんまり区別しない音感みたいなのとこう一緒になって生まれたんじゃないかなって思ってるんだけど、そうね、あとない、ドッグオブザベイ、あ、なんだっけ、チャ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 ーン、チャンチャン、チャ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 ーンみたいなやつとかね、ありますよね。まあ、だから、あれもなんか一つ一つのなんか、機能和声でアナライズするっていうよりも、平行なハーモニーを使うと、コードを平行移動させると、それなりに統一感が生まれる。モードのさ、曲もそうじゃん。バヤパパラパパパーン。これも、半音上だよね。一点調整だよ。タタタタ、パラパパパパパ。こんな、なってさ。で、また戻るみたいな。あれも、こう、単に平行にモードを移動させてるじゃん。平行に移動するっていうのは、なんとなく、人間の感性としてただ平行に移動してるだけだからさ、なんか統一感を持って感じちゃうんですよね。で、転調とかってさ、なんか音楽理論を学んだことない人でも、あ、転調したってカラオケ曲とか聞いてて、あ、転調したみたいなの分かるじゃないですか。何も知らない人でも。あれもさ、あれも、転調、あ、まあいいや、あれ関係ないか。あんま関係ないかな。関係ないかもしんない。そんな話でした。じゃあ、いいか。マシュマロ、あれかな。配信動画の説明欄に置いといた方がいいかな。置いといた方がいいよね。何でもかどうかわかんないけど、答えられる、マシュマロには答えていくので、好きにマシュマロ送ってきてくれたまえ。じゃあ、マシュマロ送ってくれたね。方ありがとうございました。じゃあね。おやすみよし。じゃあ。